広島県三次市三坂町、三坂町商店街。今では懐かしい雰囲気の残る商店街ですが、三次広域商工会の元気な街を作る取り組みで、今も地元の人々の生活の場、交流の場として親しまれています。県北の夏の夜、この三坂町商店街を中心に、普段とはまた違ったにぎわいが通りを埋め尽くします。八坂神社、300年前からひっそりと三坂町の片隅で五穀豊穣、家内安全の神様として人々の信仰を集める由緒ある神社です。にぎわいはこの神社から始まります。三坂祇園祭り、昭和50年から始まり、平成22年の今年で36回を迎えた伝統の中に、町の人たちの熱い思いを感じるお祭りです。祭りの前準備、三次広域商工会青年部三坂支部を中心とした地元の人々が、祭りが安全に滞りなく行われることを願いながら、準備に余念がありません。夕刻神事が始まり、この地の繁栄がこれからも続くことを祈り、順番に玉串を捧げていきます。神事の終わり、神主の手からご神体が祭りの名物おごれんさんと呼ばれる出汁に移されます。出汁の手綱は大人たちに引かれ、神社の外で待つ神妙な面持ちの子どもたちに渡されます。行列に参加する人々が待機所に集まってきました。いよいよ行列の始まりです。三次広域商工会の人たちが乗り込んだ祇園船を先頭に、行列は夕日の中、三坂町の商店街を進んでいきます。祇園船に乗った七福神が、祭りを訪れた人々に福を授けます。鵜飼のイメージを踊りに見立てた三次どんちゃん。軽快なテンポが三坂町の夏の始まりを嫌が応にも盛り上げます。広島のもみじをまとい、優雅な所作が見る者を魅了する広島もみじ連。つま先から指の先の動きまで、ダイナミックな仕草につい見入ってしまう阿波踊りです。祭りも佳境を迎え、軒先に揺れる提灯の列のもと、浴衣を着た人々と行列が一体となって商店街を埋め尽くし、祭り囃子と人々のにぎやかな話し声が渓谷の夜空に吸い込まれていきます。三坂祇園祭りが終わる頃、三坂町は本格的な夏を迎えます。